アウトルックを使ってパソコンの場合ですね、メールのやり取りをするのをやめた、なぜということを紹介したいと思います。パソコンを買い替えたりするたんびにですね、大変な思いをして設定してました。こんにちは、戸田悟です。今回は僕がアウトルックを使ってパソコンの場合ですね、メールのやり取りをするのをやめた、なぜということを紹介したいと思います。まあですね、もう何十年ですよねにわたってアウトルックでメールをやり取りしていたんですが、よく考えたら結構大変だよねっていうことに気づいちゃいまして、今回やめてしまいました。まあやめたのは実際に半年1年ぐらい前なんですが、その理由をご紹介したいと思います。もちろんですね、皆さんにやめろというつもりは全くありません。アウトルックが快適だよという方はぜひぜひそのまま使っていただきたいと思いますし、僕もいい面もたくさんあると思います。メールをすぐトゥードゥーリストに入れるとかですね、非常に便利ですよね。ということで、まあ、なぜ僕が辞めて今どうしてるかということ、ぜひご覧ください。なぜ僕がアウトルックでメールを管理することをやめたのか、実はカレンダーも使わなくなってるんですが、その辺のお話をしたいと思います。でアウトルックなんですけれども、基本は無料で、使えます。で365に僕は加入もしているので無料で使えます。にもかかわらずなぜアウトルックをやめたかというお話をしたいんですけれども、はい、まずアウトルックですね、はい、こちらですね、こちらアウトルックを起動します。はい、起動しました。はい、残念ながらメールアドレスはちょっとお見せできないんですけれども、実はメールもですね、今変なメールしか届いてませんが、もうすでに使ってないのでこのような状態になってます。でなぜ僕がアウトロックを使わなくなったかという理由のまず一つなんですけれども、このですねメールの、受信したファイルの管理がですねとにかく大変だというところでですね、はい、このアウトルックデータファイル、ですね、これ、PST ファイル、拡張子が PST となっているファイルがあるんですが、以前までアウトルックを使っているときはパソコンを買い替えたりするたんびにですね、このファイルをですね、全部バックアップして別のパソコンに移してました。で、僕の場合複数のパソコンを使うので、A というパソコン、B というパソコン、C というパソコンを使っているときには、どれでデータを残し、どれでサーバー上にファイルを取っておくかということがですね、大変な思いをして設定してました。もちろんこれ、POP とですね、IMAP で、その辺の状況違うんですけど、僕のメインのですね、メールアドレスが実は POP のままでですね、変えずにいられるという点もあって、まあ、こういうふうになってしまっていたんですけれども、非常に面倒でした。で、パソコンを買い替えるたんびにですね、実はアウトロックのですね、こちらアカウントの設定も必要でした。いろいろとアカウント設定していくんですけれども、まあ、会社のですね、メールアドレスが IMAP に対応しないポップだったりすると、この設定も結構めんどくさいですし、意外にそういう古いメール使ってる方も多いと思うんですけれども、一回設定した内容がですね、次のパソコンに引き継ぐのが非常に大変、もう結局手で入力することになるという状況になってました。でこれ振り分けもそうですね、振り分けが、結構面倒ですけれども、ユーザー、お客様とかですね、取引先とか友達とか、まあいろいろな形でメールが来た時に、この人のメールはこのフォルダーって形で振り分け作りますよね。でこれも引き継ぐのが、まあ、できなくないんですけど、非常に面倒、とにかくやることがとにかくいっぱいたくさんあるんですね。でこの面倒さどうにかならないかなと。でしかもですね、最近はスマホ以外に、ごめんなさい、パソコン以外にスマホも使います、タブレットも使いますから、デバイスが多くなっちゃってて、メールを使うデバイスがですね、いちいち設定するのがもう泣くほど大変ということで、ちょっとこれないなというふうに思ったわけです。ということで、じゃあ僕は何を使ってるかというとですね、実は Gmail に切り替えたわけです。で、ブラウザー版の Gmail を利用しています。はい、でこれ今お見せしているのは実は本来僕が使っているアドレスではないんですけれども、本来使っているものは残念ながらちょっとですね、仕事のメールもたくさん来ているのでお見せできないんですが、まあ、Gmail をブラウザで使うとですね、もう設定とか一回してしまえば、どのパソコンで使おうが、どのスマホで使おうが、どのタブレットで使おうが、全部同じように利用が可能です。で、こちらからですね、はい、すべての設定を表示というところで、こちらでですね、アカウントとインポートというのがありますから、ここでですね、実はアカウントの設定もできます。で、他のメールアドレスを追加という形で、Gmail 以外のアドレスも全然追加できるんですね。POP でも IMAP でも追加できます。で、追加したアドレスは1台のパソコンで追加しておけば、同じ Gmail のアカウントで利用すれば、別のパソコンとかスマホとかタブレットでも、設定が全部引き継げるんですよ。
でこれは、アカウントだけではなくて振り分けもそうです。振り分けも全部引き継げますので非常に楽です。でもう Gmail にした瞬間にですね、またですね、まあこれ言うまでもないんですけども、 Gmail で受信したファイルはサーバー上に保存されますから、全部まるっとですね、これもですね、いちいちOutlook の PST ファイルのように引き継ぐ必要がなく、パソコンを買い替えてきたら Google のアカウントでログインするだけで過去のメールの送受信含めた全部引き継げちゃうんですよ。でこう考えるとですね、もう Gmail の方が全然なんで早く移行しなかったのかなというふうにちょっと僕は思っています。でやっぱりブラウザで使うのが僕的には一番使いやすいかなと思っています。でもう一点なんですけれども、Outlook にはですね、実は、メール以外にもですねカレンダー機能があります。はい、ここにカレンダーあります。使ってないんです、残念ながら、申し訳ないんですけども。でこのカレンダーもですね、実は Google カレンダーとの同期が片側しかできないんですね。Outlook に入力したカレンダーを Google カレンダーに自動で同期することができないというですね、非常に使いづらい点があって、結局カレンダーも使い物にならないんですよ。で以前はOutlook を活用してきた時には届いたメールをそのまま ToDo にしたりカレンダーで予定に入れたりとかいう作業をしていてとっても快適だったんですが、結局ですねスマホのスケジュールを Google カレンダーと同期しているためにスマホで見れないとかスマホにうまく反映できないってなってしまったんですね。ということで僕はですねカレンダーも同時にですねもう Google カレンダーにしてしまいました。で実はこれも僕が使ってるカレンダーというのはちょっとダミーのカレンダーなんですけれども、はい、これダミーです。僕の予定ではない、あというか僕が作ったダミーの予定ですね。でカレンダーもですねこのように、Google にカレンダーにしてしまうことによって、もちろんブラウザで全部見られますし見ることできますし、スマホのカレンダーにももちろん同期もできて非常に快適です。なんでこんなにOutlook引きずって使っていたのかなと思うほど、ちょっとOutlookをやめてしまったらですねとっても楽になりました。ということで、皆さんにもですねOutlookをやめましょうということを言うつもりはないんですけれども、Outlookにずっと長年固執されている方はですね、まあもちろんですね会社のメールがOutlookじゃなきゃダメだというケースもあるかもしれませんけれども、まあ、できるのであれば Gmail とか Google カレンダーも使ってみてどちらがいいか比べてみるとよろしいのではないかなということを提案したいと思います。ということで僕は Gmail に切り替えてブラウザーでメールのやり取りをするようになりました。慣れてしまえばこれでも結構もう十分だということに気づいたわけですね。そしてパソコンの買い替えなんかもとっても楽になりました。まあ、皆さんも自分なりにベストの方法を探していただけるとよろしいんじゃないかなと思います。